あの踊りに二人座ればさざ波のかすかな歌が聞こえる。たまたこのままそばにいてください。悲しい想いは流してしまうまで。ずっと昔から知っていたような、そんな気がする。あなたが好きです。メロン食べたんですよ、この間。980円のメロンなんだけど、まあ、何メロンって名前になってたかちょっと忘れちゃいましたけど、昔で多分マスクメロンみたいな、ちゃんとした肉のこう赤いやつでさ、俺が子供の頃に食べたうまいメロンと同じ味がして、すごい美味しかったんですけど、今いろんなフルーツが品種改良とかですごい美味しくなっちゃってるんで、昔あんだけうまかったあのメロンの味なんだけど、まあそんなまあまあうまいけど、こういう可愛くないことを思ったりする。メロンもなんかしはもうちょっと格が違うみたいな、メロンうまさ格違うみたいな顔してたけど、なんか今もうシャインマスカットでしょ、今ナンバーワンは。と個人的にはもうフルーツナンバーワンシャインマスカットですけど、季節時期が来るの楽しみに待ってたりして、あれ何月だったかな忘れちゃって、もうすぐなんですかね。シャインマスカット抜群にうまくて、みかんもいろいろおいしいのがいろいろ混ぜてね、いろんなおいしいの出てますよ。なんだろう、メロンもすごくその高級感が昔あったんだけど、パイナップルも昔こうちょっと違うって、普段食べてるブドウとかとはちょっと違う一段上の果物だぜみたいな顔して、今もうスーパーの何ならもう軒先みたいなところで一番安く売ってたりする。でもバカみたいにうまいしね、今のパイナップル昔の酸っぱいのと違って食べやすくて甘くてさ、何でも食べる、何でも美味しく食べていいね、今本当に幸せな話ですよね。